見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。カジバでバカ力は出るの？カジバのバカ力という言葉は、普段は出せないような力を無意識に出すことを表しています。例えば、自分の家が火事になった時に、重い家具を持ち上げて逃げることができたり、緊急の仕事でいつもより頭が冴えたりすることです。この言葉は昔からあることわざで、火事の時には人間の力が何倍にもなるという話に由来しています。では、火事場のバカ力は本当に出るのでしょうか？科学的に説明すると、火事場のバカ力はアドレナリンというホルモンの働きによって起こります。アドレナリンとは、危険な状況に遭遇した時に脳から分泌されるホルモンです。アドレナリンが血液中に流れると、心臓や筋肉の働きが高まり、血圧や呼吸も速くなります。これによって、体が緊張状態になり、普段よりも強い力や速い動きができるようになります。しかし、アドレナリンはあくまでも短時間だけ効果があるホルモンです。長時間、アドレナリンが分泌され続けると、体に悪影響を及ぼすこともあります。例えば、心臓や血管に負担がかかったり、疲労や不安感が強くなったりすることがあります。また、アドレナリンは無意識に分泌されるので、自分でコントロールすることはできません。つまり、火事場のバカ力は、必ずしも出せるとは限らないのです。火事場のバカ力は、人間の体が持つ、驚くべき能力の一つですが、それを頼りにするのは危険です。普段から体を鍛えたり、頭を使ったりすることで、自分の力を高めておくことが大切です。また、火事や災害などの危険な状況に合わないように、予防や対策をしっかり行うことも忘れてはいけません。火事場のバカ力は、本当にあるかもしれませんが、それを試す機会は、ない方がいいですね。最後まで見てくれて、ありがとう。他にも動画あるので見てね。